たたたたた。ああ、しよった。帰ってもいいですかね、今日も。疲れるから。はい、ということで、今日は歩いて帰りましょう。足が微妙に痛いですけどね。今日の報告ということで、今日は朝 JST のポータル、イベントポータルも言ってた、特許のイベントが科学技術館であるっていうじゃないですか、武道館の近くの。有馬先生が館長かなんかだったというね。そんなことありませんって有名な有馬先生は小芝先生と同じぐらいです。そんなことありませんっていうぐらいの有馬先生、有馬明人先生です。明人と読むんですね、ロボット。それでですね、そんなことはありませんじゃないですけど、有馬先生の科学技術館特許、まあ僕も最近特許情報、 Google の特許情報いっぱい出してましたから、関係があるといえばあるんですけど、ないといえばないという、特許を取ってないというね、特許を取ったことがないという、まあ、特許を取ることにハマる人もいるんでしょうね。何百個も特許取るんでしょうね。まあメーカー関係の人がよく取りますよ。論文を書かないメーカー関係の人は論文あんまり書きませんけど、製品を作りますから、特許関係のあれは関係あるんじゃないですかね。僕の兄も2、3個あるみたい。おたけくんとか、高校の友達のおたけ氏、東芝のおたけ氏とかね、おたけくんとか特許 DVD の開発をしていましたから、特許取ったって言ってましたよ。昔高校卒業して10年ぐらいの時にお花見やったんですよ。僕企画のお花見で、そして高校の友達呼んで、まあ僕はまだ浪人してましたけどね、この辺の地元の北園の友達に声をかけて、そこの池袋の公園で、池袋寸大の近くの公園でお花見をやったことがあって、何人、10人ぐらい来てくれたんですけど、10人、7、8、9、10、7、8人ぐらい来て、おたけ君東芝勤めてて、もう勤めてますけどね、もうちろほろっと遊びに来た。おたけ君もあの辺に、蓮根あたりの辺に住んでる、三田線の蓮根あたり、地元なんです。特許、あの頃なんか飲み会に行って宇多田ヒカルの歌聞いてましたけど、という宇多田ヒカル東芝 EMI で、
東芝のあれなんですよね、東芝グループのあれなんですよね、宇多田ヒカル。ファーストラブで大竹くんが DVD の特許を持ってるかもしれないという近接箱大津先生ということなんですけど、東工大で言えばなんか東工大でも伊藤先生っていうの原理論の人がいますけどね、あのストリングセオリーのあれポルチンスキー博士の訳したあの伊藤先生でしたっけ、その隣におたけって書いてある、おたけくんを連想させますけど、あのおたけくんじゃないです、あのおたけさんじゃない、東工大のおたけさん、東工大の同窓会名簿ではなくて、ということで特許関パテント関係のなんかあんまメジャーじゃないですけど、パテントのいいブログ、いいサイトがありますけどね、ああいうのを作ってくださった先輩方にちょっと感謝しますよ。誰か分かりませんけど、もう感謝といえばウィキペディアですよね。ただでいい、ただで高級の情報が入るウィキペディアに感謝です。先輩方が、諸先輩方に感謝。ただでみんな、まあ僕もただで YouTube とかブログとかやってますけど、このただ根性が作ったこのインターネット社会、素晴らしいインターネット社会、しかし金が入ってこない、まあ、データとか金みたいなもんですけど、最近はもうあれですよ、極めてシンプルなデータですよ、文字データですよ、もう映像データなんかまあいいですけど、やたらサイズがでかいです。文字データなんかすごい、極めてデータ量が少ないにもかかわらず高級だというね、まあ、E イコール MC2 なんか3文字4文字で終わりますけど、高級なんで、そのデータがお金みたいになってます。紙プリントアウトすらしませんけどね、 SD カの中に高級なデータを詰め込んでいるという、それで研究をするよね。まあそんなもんなんでしょうね。今日もなんかアーカイブ100枚ぐらいやりましたけどね、1枚1円ぐらいにならないかなと思って、100円ぐらいならいいか、でもあれ1枚何数枚で数百円とかしますけど、論文なんかそれが高いですから、数枚で350円ぐらいします。真実は科学技術は素晴らしいということで。